ごきげんよう、モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2021年3月12日、金曜日です。今日は和田義治さんの三回忌です。帰ってそれ墓参りに夫婦で行って今帰ってきて動画を撮っているところです。そうですね、ですから2019年の3月12日に和田義治さんは朝7時過ぎに亡くなられました。そして今日が三回忌です。墓参りに行きましたら三方豊さんの夫婦が引き取られました。そして北新さんも引き取られました。そこへちょっとしてからですね、石川県から高橋朝子さんが駆けつけられました。そしてちょうど、昼前に、ちょうどその時間に、なりまして行ったのが、もう少し早く行けると思ったんですが、いろいろ行事が延びまして、そこへ昼前に行きましたけど、そこで、和田和子さんはさささっといろんな昼の食べるものを出していただきました。そこで、コロナの時ですから、ちょっと間隔を取りまして、いただきました。そして、その後ですね、和田義治さんの私の恋文の本ができたこと、そしてこの本のできる元になった恋文などの整理されたものをまたそこでみんなで一緒に見ました。和田さんの残されたものがいろいろそこにまたありまして、毎日新聞の新聞記事などもかなりありましたので、北新さんがまたこれを整理するような形で今取り組もうとされておりました。2年というのは本当あっという間に過ぎましたね。その間にこの本が仲間でできたというのは非常に良かったですね。そしてこの本を1100冊ぐらい作りましたので、今多分もう1000冊近い本があちこちに、和田さんの関係、私の恋文をずっと読まれた方、県北レクリエーション協会の関係、仮想坂手のトルコ、今坂手塾ですが、坂手塾の関係、いろんな人がこれを手に取っていろんな感想を寄せてきておられます。2年、経ちましたけども、またこの本を作ったことによって和田さんの話題というんですかね、ことがまたネットがいろいろ動いてですね、活性化しとるというんですかね、なんか動きがすごくあってですね、またみんなでその和田義治さんのことをですね思い出したり、またそのイベントの物語だったりエピソードだったりのことがいろんなことが話し合っておられます。非常にそういう点では良かったなと思っております。この後ちょうど私たち夫婦が行った時に三方さんも墓参りされて帰ったりと、私たちがこう墓に行ったというところの墓に行ったところをこの後ちょっと動画で見てもらいたいと思います。そして今日はですね、中国新聞は今日は震災の、昨日が震災でしたから、東日本大震災が昨日の日にちで、今日がその明くる日の新聞です。10年再生歩み、東日本大震災鎮魂の祈りというので、皆さんが海に向かって手を合わせている写真が載っております。じゃあこの後和田義治さんの墓参りのところを見てください。和田さんのところに今行っております。線香を今つけて、はい、線香じゃあげてください。
とマスク。マスクします。2年が経ちましたね。あっという間でした。はい、いかがでしたでしょうか。和田さんの墓はですね、お墓は和田家の裏にすぐあるもんですから、もう歩いて1、2分ですから、すぐ家に行った時にはすぐ墓に参られるんで、非常に、皆さんがよく参られます。私たちも、私も何回も、行きましたけども、今日はちょっと小雨がパラパラとする感じでした。桜がもうこうつぼみになった感じですね。そういえば2年前の葬儀の時はですね、ちょっと寒かった感じな葬式でしたけど、いっぱいですね、来ていただきまして、今コロナの時であればもうほとんどそういう葬式もできなかったんですが、すっごくある皆さんに来ていただきまして、送っていただいたので、その時は良かったなと今思えばですね、思っております。三回忌が今日ですけど、今からまた、和田さんのどうですかね、残されたものはいい宝物といいますか、貴重な資料といいますか、貴重な歴史というかドラマというか、そんなのがはい、残っていますので、いろんな人がいろんな形でまたそれを活用されて、このコロナの時代を乗り切る力にみんなしようと思っております。またできると思っております。今日はチャンネル登録のお願いもしておきます。ではまた明日、ごきげんよう。